消えた米が戻ってきた。東京で前年比4割高の衝撃。農水省は2024年の米消費量を推定し、価格上昇が続く中、外食やパックご飯の値上げが相次いでいます。南海トラフ地震情報で消費者が買い込み、米不足が深刻化。特に味噌や米菓、酒造業界が影響を受けています。昨年の天候不順で小粒の古い下米が不足し、価格が高騰しました。みんなの反応。実家が兼業農家で、米以外を作った方が儲かるんだよね。燃料代や農機具、保険とか税金も高いし、補助金も少ない。農家が減らないように改革が必要だと思うよ。最近新米が出回り始めたけど、どれも高いんだよね。去年の米まで高くて、安くても 5kg で2800 円くらい。前は 5kg で2000円以下の特売を買ってたから困ってる。お米はたくさんあるけど、買う人は少ないみたい。この値段じゃ買うのもためらうよね。イオンも特売してるけど、2680円以下にはならない。値上がり分が農家に行かず、中間業者が儲けてる気がする。早く安くなってほしいな。この数ヶ月、いろんなとこで新米見かけたよ。うちは米派だから、パンなくても平気。小麦粉あればいろいろ作れるけど、米はそうはいかない。主食だし美味しいし、腹持ちもいい。高級バッグはいらないけど、米がないと健康維持できないから、農家さんを応援するためにも買い続けるよ。一次産業は国の宝だから、買って支えるよ。だから財務省、早く減税して。最近、米の値段がすごく上がってて、2年前と比べると10キロで3倍くらいになっちゃったんだよね。高齢の親には米を用意してるけど、自分は麺類を主食にして米を控えてる。でもこの値上がりが続くなら、家で米を食べるのは難しくなるかも。農家さんもコストが上がってるから、値上がり分がちゃんと届いてればいいけど、需要が減ると農家さんも困るんじゃないかって心配してるんだ。最近の米の需要は約700万トンで、今年は683万トンの見込み。政府の備蓄米から20万トンが出るけど、それでも供給不足。小米もほとんど残ってないし、政府備蓄米は震災の時でも数万トンしか出なかったから、市場の不足を補うものじゃない。来年の夏には米不足が起こる可能性が高いから、業者が高値で買い集めてるんだと思う。来年の秋の収穫までは供給不足が続く見込みで、価格が上がった影響で大豆や飼料米から販売への転換が予想されるけど、需要を満たせるかは不明。友人の兼業農家が、米作りのコストが上がっているから米の価格が上がるのは当然だと言ってるんだ。米は簡単にできるものじゃないし、価格が上がっても手間を考えると割に合わないって。機械が壊れたら廃業するって農家も多いらしい。食料自給率を心配する声は多いのに、農家を支えるための値上げを許せないのはおかしいと思う。私は高くても日本の米を買うよ。最近、お米離れが進んでるみたい。小麦も値上がりしてるから、パンや麺に切り替える人が増えてるんだろうね。日本人がお米にこだわるっていうのも、ちょっと楽観的かも。米の生産コストが上がってるのに価格が上がらないと、生産者はコスト削減で品質に影響が出る方法を取ることも。赤字続きで、今年の価格はやっと適正になった感じ。毎年農家から玄米を買ってて、今年は値上げされたけどスーパーより安いし、農家を応援したい。専業農家です。最近の記事は煽りが多かったけど、今回のは原因と結果がしっかり書かれててよかったです。今年の収穫量は平年並みって報道されてるけど、太めが去年ほど良くないし、今収穫してる米は去年より少ないです。来年の夏も同じような状況になるかもって思ってます。兼業農家で米を作っていて、主に JA に出荷してるんだけど、直接予約してくれる人には JA の概算金をもとに価格を設定してるんだ。去年より高い1万円、 30kg って伝えたら、それでも安いってお礼までくれたよ。でもニューなお客さんが6000円、 30kg で売ってくれって言ってきたから断った。農家から直接買えば安いって思ってるみたいだけど、農家は慈善事業じゃないから勘違いしないでほしいな。小計の業者は米の差額でも受けていて、米が安くなっても影響を受けません。その間、消費者は食費を抑えるために米を工夫して食べていましたが、麺類やパンの方が手軽で美味しいため、米を選ばなくなります。結果として米の消費が減り、後継者不足や減反が進み、大農家だけが残る中世の農業に戻るかもしれません。最終的には農業が国営化される可能性もあります。円安の影響で新米の値段が高くなってるよね。
茨城産コシヒカリの無洗米を税抜き2780円で買ったけど、他のスーパーでは3000円超えてたからまだマシかなって思った。8.9 月の米不足はマスコミの煽り報道が大きくて、みんなが買いために走ったのが原因だと思う。ティッシュやトイレットペーパーの時も同じだったよね。今回の米の値段の急上昇は生産者以外の操作も感じるし、急に3割も上がると米離れが進んじゃうかも。一時的に利益が上がっても需要が減ったら意味ないよね。ご飯が進むおかずは控えて、グラタンやおでん、焼き魚などご飯があまりいらないおかずを作ってるんだ。工夫はそのくらいかな。価格が上がるのは仕方ないけど、消費者はお金がないから消費を抑えるよね。格差も広がってるし、安い米に集中して結局値下げが必要になる。悪循環だね。生産農家への買取価格が上がっても店頭価格は倍近くになるのは流通業者の中抜きが原因。業者は生産コスト増を理由にするが、消費者は安い輸入米を求める。アメリカは日本に輸入米を増やす揚圧力をかけてくる可能性がある。米を農家さんからダイレクトに買って JA と同じ価格で手に入れてるんだ。自分で精米して10キロあたり2430円で済んでる。農家さんのところまで車で行くけど、輸送費やマージンがない分お得。中には時期取りでもマージンを乗せる農家さんもいるけど、それでも安いことが多い。良心的な農家さんを見つけるのは大変だけど、一度見つければお便に困らないよ。米の値上げを受け入れろっていう人いるけど、それは無理があるよね。米は嗜好品じゃないし、2倍の値段で買えってのは常識的に無理。給与も上がってないし、今は食料なんで物価も高いから、もっと作って食料自給率を上げるべきだと思う。このままだと米を食べない人が増えて終わっちゃうよ。個人的には選挙での投票基準の一つだね。米の値上がりでパンと価格差がなくなり、米離れが進むかもね。私の住んでるところでは米不足はあまり感じなかったけど、新米が入る前の2週間くらいはちょっと品薄だった。でもスーパーから八重米菓子が急に消えて、店員さんに聞いたら米不足で材料が高騰して工場が閉鎖したって。特にサラダおかきが美味しくてすぐ売り切れる商品だったから、もう食べられないのが悲しいな。首都圏での米不足は実は戦略だったみたい。米農家の収入を増やすために出荷を調整して、インバウンドや外食産業の消費増が原因だとマスコミにリークして、ちょっとした騒ぎを起こしたんだ。そして新米の出荷が近づくと、新米が出るから安心してとメディアを使って消費者を安心させた。このタイミングで大幅な値上げを狙ってたんだね。これで米農家の売り上げを確保して国からの補助金を減らせるってわけ。政府や業界が消費者を欺いて補助金も操作したんじゃないかって感じるよ。この成功は今後も使われるかもね。農水省が米の生産を自由化しないせいで、民間業者が米を作りたくても作れない状況が続いてるんだよね。小さな農家が多くて生産性が低いからコストが高い米が多いのも問題。農水省の政策の失敗と農家への補助金が自由な生産を妨げてコストがどんどん上がってる。もう失敗は許されないし、国民の怒りが爆発しないように農水省はこれまでの失敗を反省して本気の農政を示すべきだよ。税金を無駄に農家に使うのはもうやめて、さもないと農水省の解体も避けられないよ。米の価格が大幅に上がり、ガソリンや電気なども値上がり、デフレ脱却したのに政府や日銀は 2% の物価上昇を目指していて、農業政策にもズレがあるね。消費は減少中で、外食が特に影響大。スーパーの弁当容器が小さくなり、惣菜屋も米の使用をやめてる。これが積もると大きな量になるね。本米から米が店頭から消えてたけど、新米が出たら去年の米が大量に並んだ。値段も上がって、去年の米が5キロ2000円から3200円、新米は4000円。去年の米がよく売れてる。なかったはずの米が急に出てきたのは悪質な値上げのための操作じゃないかって思うよね。最近近所で米の価格が急に2倍になったんだ。地震で買い占めがあったとか言われてるけど、なんか意図的な気がするよね。給料は1割増資程度だから、米の量を半分にするしかないよ。日本の食料安保はどうなるんだろう。主食の米は安く安定供給しないとダメだよね。農家のことも考えなきゃいけないけど、いきなり2倍は厳しいよ。国は何を考えてるんだろう。米について何も言わない衆院選もどうかと思うよ。
いろいろなものが値上がりしているのに、米だけを物価高の原因みたいに記事にするのはおかしいよね。農協とか農家は広告を出さないから、マスコミも安心して記事にできるんだろうけど、所得保障って簡単に言うけど、標準所得をどうするのかって問題があるよね。基準面積あたりサラリーマンの平均年収にするのを、しかも米価に連動させないってことだよね。米価に関係なく面積で収入が決まるなら、たくさん作った方が得になるけど、それって税金がどんどん増えるってことだよね。国民がそれを許容するとは思えないな。需要と供給で価格が決まって、経営を自己責任でやる今の制度の方が健全だと思うよ。今年はたまたま米価が高い年になっただけで、安い時期のメリットもあったんだから、そういう年があっても仕方ないよね。PB 商品の米が 1.5 倍以上に値上がりして、5kg が1800から3000になった。新米が出回れば下がると言われてたけど、逆に上がってる。卵も高いままだし、米もこう止まりなら食べる回数減らすしかないね。米の流通や価格操作を調べるべきで、政府が関与してたら非難が必要。価格操作は株価だけにすべき。みんなの反応としては、米の価格上昇に対する不満と農家支援の必要性が多く見られます。多くの人が米の値上がりに困惑し、特に中間業者の利益が増えていることに不満を抱いています。一方で、農家を支援するために高くても日本の米を買い続けるという意見もあります。少数意見としては、米の値上がりを受け入れられないという声や、米離れが進むことを懸念する意見が見られます。当チャンネルの意見としては、米の価格上昇は消費者にとって大きな負担であり、農家への適切な支援と価格安定策が急務です。